そういえばた、うん、昨日面白かったけん、お父さん。何？いや、えらいね、昨日風強かったで、風強かねって言ってね、お父さんが窓を開けらしたもん。そしたら、うわーうわーって言って、トップが入ってきたって言ってた。なんなんそれ。いや、急にサスケンタイム、お母さんももう腹筋割れるかっていうぐらい笑って、もう割れたのもん今。いや、ね、割れてへんよ。面白かった、やっぱしょうもな。お父さんはやっぱセンスあるもん。どこがやねん。いや、つわんと考えつかんでしょうが、風が強いけんって言って窓を開けたら、たい突風が吹いてきたって、もう笑った。しょうもない。あ、ていうかさ、おかん、何、野球部のユニフォーム、うん、洗ってくれた？知らんよ、ばあちゃんが洗わしたけん。え、あんたが洗濯物出しとるなら洗っとらすとだい、見るったよそこ。えー、うん、こっから見えん、その奥の方に干してないの。奥の方、あれあれ、風強いんじゃない、今日もしかして。トップ、ひろちゃんが窓開けたらトップがブーンって入ってくるんじゃない。気をつけた方がよかよ、危ないよ。だる、昨日もお父さんぶっ飛ばされとったけん。見てくった、ゆっくり慎重に開けた方がよかよ。ほんと、そう。うわーうわあうわー、ちょっと、どんどんせんで。いや、自分がやれみたいな。何を？自分がやれみたいな感じで。お母さん今 LINE しよるて。そんなや、見ろや、ちゃんと。何しょ、どん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 風来るんじゃないって自分が言うたからやったんやて。あった、来るわけないた、そのが。何これ、マジで。やったらやったら完全やる流れよ、今の。あれ、やばいやばい、あ、ひろちゃんが開けたから、なんか、あ、なんか、すごい、なんか吸い込まれそう。あ、どういうこと、あ、やばい、どういうこと、あ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 、ね、やばい、やばい、助けて、ひろちゃん、そんなのか。チャンネル登録よろしくねー。